では竜王、4回戦の解説よろしくお願いします。中継するのは注目の雛鶴愛さんと夜叉神愛さんです。声や姿は流れませんが、指し手に竜王のコメントをいただき、それを私が書き込みます。先手は攻め手がありません。後手の具合がいいですね。グズリュウ竜王、小学生は具合がいいです。俺がいろいろと開発しました。敏感ですよと得意げに語る。ちょっと俺そんなこと言ってないんですけど。コメント欄は容量が少ないので言葉を省略しないといけないんです。雛鶴さんは相掛かりがお得意なんですか？ええ、他にもいろいろと教えましたけど、一番好きなのはやはり相掛かりみたいです。愛はこの戦型には敏感ですよ。雛鶴さんはこの春からクズリュウ竜王と同居生活をしており。いや、それは書かないでいただけると。夜叉神愛さんの将棋に行ってみましょう。うん、夜叉神さんも竜王門下、すでに局面をリード。クズリュウ竜王、夜は俺がリードしています。言ってねえよ。それより解説の続きを。ああ。夜叉神さんはどんな子ですか？愛は賢い子ですね。弟子としては最高じゃないですか。グズ竜王、小学生は最高だぜ。だから言ってねえし。てか名前回り続ける、車にはなり下がらない、平気を念じる、天井から始まった地獄、遊び半分で神が導いた盤上の世界、 No, 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 No,
よろしくお願いします。中継するのは注目の雛鶴愛さんと夜叉神愛さんです。声や姿は流れませんが、指し手に竜王のコメントをいただき、それを私が書き込みます。先手は攻め手がありません。後手の具合がいいとこですね。弟子としては最高じゃないですか。グズ竜王、小学生は最高だぜ。だから言ってねえし、てか名前回り続ける、車にはなり下がらない、平気な。明かりがお得意なんですか？ええ、他にもいろいろと教えましたけど、一番好きなのはやはり相掛かりみたいです。愛はこの戦型には敏感ですよ。雛鶴さんはこの春からクズ竜王と同居生活をしており。いや、それは書かないでいただけると。夜叉神愛さんの将棋に行ってみましょう。夜叉神さんも竜王門下、すでに局面をリード。クズ竜王、夜は俺がリードしています。言ってねえよ。それより解説の続きを。ああ。夜叉神さんはどんな子ですか？愛は賢いですね。グズ竜王、小学生は具合がいいです。俺がいろいろと開発しました。敏感ですよと得意げに語る。ちょっと俺そんなこと言ってないんですけど。コメント欄は容量が少ないので、言葉を省略しないといけないんです。雛鶴さんは愛が